世田谷インンフォメーション今回は1つ目年末年始の資源ごみ収集について2つ目リステリア菌食中毒にご注意を3つ目世田谷美術館企画展器と絵筆魯山人 ルソーボーシャンほか4つ目クエのふるさと納税についてです年末年始は資源ゴミ収集日が 通常とは異なりますのでご注意ください。資源、可燃ごみについては、12月31日木曜日から1月3日日曜日まで。不燃ごみ、ペットボトルについては、12月29日火曜日から、 1>, 1月3日日曜日まで収集はありません。公共施設での回収ボックス方式による紙パック、白色発泡トレイ、ペットボトルの回収は休館日は行いません。また回収員手渡し方式による 新聞、配食用油、食品用透明プラスチック容器、色、柄付き発泡トレイの回収は、12月27日日曜日から1月8日金曜日まで行いません。詳しくは、 11月にお配りした資源ゴミの収集カレンダーをご覧ください年末年始はゴミの量が多くなりますので分別の徹底にご協力をお願いしますお問い合わせは清掃・リサイクル部事業課 電話6304-3297番ファクシミリ6304-3341番またはお住まいの地域の各清掃事務所までどうぞ。 リステリア菌食中毒にご注意ください妊娠している方はリステリア菌に感染しやすく胎児に影響が出ることがありますまた高齢の方や免疫機能が低下している方は重症化の危険があります 加熱殺菌されていないナチュラルチーズや生ハムスモークサーモンなど冷蔵庫で長期間保存が可能とされ加熱せずにそのまま食べられる食品は早めに食べきりましょう詳しくは区のホームページをご覧ください お問い合わせは「世田谷保健所生活保険課」「電話54322911番」「ファクシミリ54323054 54番」までどうぞ。 世田谷美術館企画展「器と絵筆で」ロサンゼルソー、ボーシャンほかを開催します。開催期間は二千二十一年一月五日火曜日から二月二十八日日曜日まで。 時間は、午前10時から午後6時。最終入場は午後5時30分。会場は、世田谷美術館1階展示室です。毎週月曜日は休館です。ただし、 1>, 1月11日祝日は開館し1月12日火曜日は休館します日々愛着をもって使われた器不思議に親しみやすい絵画世田谷美術館の中でも人気の高い「北王子魯山人の器と」と アンリ・ルソーやアンドレ・ボーシャンといった素朴派の作品などを紹介します来館の際は新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力をお願いします詳しくは世田谷美術館のホームページをご覧ください お問い合わせは「世田谷美術館」「電話34156011番」「ファクシミリ34156413番」までどうぞ。 世田谷区では今年度ふるさと納税制度の影響でおよそ56億円の減収が生じています減収額はこの5年間でおよそ20倍に拡大しており区の財政に大きな影響を与えています区ではこの対策として 国に制度の是正を求めるとともに、ふるさとを応援するという制度本来の趣旨にのっとり、区の取り組みや基金への寄付を募っています。今年度は、区の新型コロナウイルス対策への寄付を募り、区内の医療機関などに、 N95 マスクや防護服を配布するなど寄付金を有効に活用しています詳しくは区のホームページ区へのふるさと納税のご案内をご覧くださいお問い合わせは財政課 ふるさと納税対策担当。電話54322190番。ファクシミリ54323011番までどうぞ。 thank you